どこまで笑顔を引き出せるか、どこまで可能性を引き出せるかっていうのが今からとっても楽しみです。獲得ポイント数123万1015ポイント獲得、ね、エントリーナンバー744、リリタンさん、おめでとうございます。さあ続いて第2位の発表です。獲得ポイント数125万574ポイント獲得、エントリーナンバー645、東史史佳さん、おめでとうございます。上位でしたからね、今日も。
はい、あずまさんのことが、はい、今日来てます。そうです。ちょっと言えてない。言えてない。もう喋るなみたいな感じですけど、すいません。さあ、最後に第1位の発表です。獲得ポイント数162万6061ポイント獲得。エントリーナンバー123番シロさん、おめでとうございます。はい、皆さんお疲れ様でした。今回ですね、本当にこうイベントができるかどうか、もう本当に最後の最後までわからない段階だったんですけど、なんとか無事にイベントを終えることができて、とてもほっとしています。今回その3周目、次のステップにね、その合宿というすごく厳しくもあり、あとは感動することもあり、学ぶことの方がきっとたくさんあると思います。そこで選ばれたその30名がどこまで成長できるか、どこまで笑顔を引き出せるか、どこまで可能性を引き出せるかっていうのが今からとっても楽しみです。そして残念ながら落ちてしまったというか、届かなかった人も決してこれだけで諦めないで、また次のステップに行けると思って、ここまで行けたことが大きな自信につながると思いますので、諦めずにこれからも進んでいってほしいなっていうふうに思います。皆さん、本当に今日はお疲れ様でした。